にちは、平山茂です。今日は8月10日火曜日でございます。現在時刻は3時8分ですね。さあ皆様、本日もお仕事だった方お疲れ様でございます。昨日休みで、今日仕事だということでね、ちょっと頑張ってお仕事されてるという方も多かったんじゃないでしょうか。はい、私はまあ昨日一昨日と、まあ、なんかずっと働いてるようなイメージですけれども、今日も相変わらずこの軽バンに乗って大切な大切な荷物を運んでおります。今日はですね、あの名古屋市千種区にある平和公園というところにね来ております。ここはですね、あのこの公園は多分ほぼほぼ8割ぐらい墓地です。墓地がメインの公園でございます。いろんな皆さんのお墓があったり、あとはですね、まあ、戦争でお亡くなりになった方々のお墓もございます。名古屋陸軍墓地とかそんなような、ね、名前のところもあって、ちょっとそこまではね結構ここ本当広大で、ちょっとその墓地はちょっとマップ上で見つけたんですけど、ちょっとそちらにはね今日は行けないんですけども、あと、今日ちょっともう動画行きましょう。ここにちょっとね動画を流すんですけど、今日もですね、あの非常にあの天気は良かったんですけども、風がすごかったんです。今日も風が強くてですね、あの私の携帯はまだ外付けのね、こう風防マイクというんでしょうか、風に強いマイク、外部のねマイクがまだないので、ちょっともう雑音だらけで、ちょっと映像だけしかちょっと使えないので、ちょっとまあここで今見てもらってると思うんですけど、非常にね綺麗な公園で、池があって釣りもできてる。ちょっと今日はね音なしで映像だけでちょっと見てもらってると思うんですけれども、一応ですね Amazon で昨日注文しまして、まあ、今後こういう感じでね撮影したらここにマイクがついて、で風にも強いぞと、勝手にしろっていう話だと思うんですけれども、はい、そんな感じで明日から明後日ぐらいからはですね、ちょっと外で多少風が強くても声がクリアに取れるんじゃないかと思います。なんか落ちてきましたね今。ということでちょっとね、まだまだ、このチャンネル平山茂の地球見聞録はバージョンアップグレードしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。大丈夫ですからね、大丈夫ですよ、あなたは大丈夫、大丈夫ですから、私も大丈夫。ということで今日はこの辺りでお別れしたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。